暴動 NPC 実は強盗していない、売人を警察に売ってみた、2日間張り込んで待ち伏せた結果ということで、はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、パトラです。ということで今回なんですけども、この暴動 NPC 本当に強盗してから出現しているのかどうか、実際に張り込みした万引き強盗 G メンの物語。では暴動 NPC を探して1日目、これずっとマップをぐる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 回り続けてみました。なかなか NPC ね、これね、強盗してるのね、遭遇できませんでした。アップデート当日はね、2連続でね、遭遇することができたんですけども、まあこれね、土曜日日曜日かけて2日目もね、探してみました。これ全然見つかりません。なんかね、これやっぱり条件とかもあるようで、まあ、よくよく調べてみると、出現条件がまあセッションを作ってから20分後からね、ランダムで出現すると。で、他のイベントとかっていうのは、まあ、出現ね、普通にマップ上に出てくるんですけども、どうもこれだけはね、本当にランダム出現で、で発生位置っていうのは、まあ、基本的にはコンビニや洋服屋、そしてタトゥーショップなどから発生しているのは確認しています。で、発生位置はランダムなので、張り込みはほぼ不可能なのかな。リアル撮影時間6時間経過、ある店舗の前で、それは急に起きた出来事だった。もうね、結構諦めていて、で、ちょっと放置してたんですよ。お店の前で一応張り込んで放置っていう感じですね。で、ミニマップ見てください。これ赤いのね、急にね、つきました。店の前で張り込んでいたら、発砲とともに赤いマーク、強盗犯が店の外で出現しました。こちらに銃を向けてパンパン撃ってるらしいんですけど、ちょっとこれ放置していたので、これ体ね、あっちに向けることできてないんですけども、ひたすら撃たれ続けています。で、現時点では強盗犯は店に寄っていない上に攻撃してくると。相手はハンドガンなので、やられるまで時間がかかります。とにかくやられても回復されちゃうので、ずーっと時間かかって、やっとね、ここで、まあ、何分ぐらいだったのかな、10分ぐらいやられてたのかな。で、やっとこれでやられたと。で、この音で気づきまして、じゃあ反撃してよと。で、このね、暗転してる間にもしかしたら盗みに入っちゃった設定なのかということで、実際強盗犯捕まえてみたいと思います。今までは銃とかで撃っても結構倒れなかったんですけども、今回はね、素手でね、ちょっとね、応戦してみようかなと。はい、パンチポーンと、なんとワンパンで倒せちゃったって。意外とね、パンチね、お腹弱いのかなっていう感じで、顎なのかな、顎に入ったかな、クリティカルヒットしたかなっていう感じで、他のイベントよりもアイコンはマップ上に常に出てないので、まあこのね、強盗犯は遭遇率が低いかなと。ぜひ見かけたら退治してみてねということで、退治すると現在は報酬2倍で、通常は2万ドルのところ4万ドルもらえて、 RP も 5000RP とアワードです。ぜひね、退治してみてください。路上売人や他のイベントを発生させるためには、必ずセーブをかけてから GT アプリなどを再起動してみてください。例えばですね、ずっとゲームを起動しっぱなし、または放置でお金を稼いでるなどをやってる人は、必ずね、15時とか16時が更新時間になってますので、まあ、そこをできればまたがないようにするか、まあ、その前後でちゃんとアプリをね、閉じて再起動などしてみてください。そうすると、今ここにいる状態、例えばですね、これ夜の撮影だったりするんですけれども、このね、位置本来は次の日更新されたら違う場所なのに、まだ前日の場所にいるとっていう時は、スタイル変更して最後の位置とかで設定してみて、 GTA アプリを再起動ですね。そうすると、今更新された状態に切り替わり、今いた場所とは違う場所になると。で、新しい本来の今いるべきの場所に移動されるということなので、売人がいつまでたっても同じところにいてずっと売れないよっていう人は、基本はセーブをかけてから、再起動して、で場所を更新させてください。これは他のイベントとかもそうで、まあ、基本的に何かを発生させたいとき、ずっとね、起動しっぱなしっていうのは良くない状態なので、こまめにアプリを再起動ということで、NPC 見かけたら必ずこのようないたずら皆さんやってると思うんですけれども、まあ売人にはね、結構ね、お世話になっていて、結構ね、稼がせてはもらってるんですけど、今日はね、ちょっとね、携帯から、宿泊で911にダイヤルして、で、緊急通報ということで、この一番下のところ、お友達に連絡してみたいと思います。路上売人を、警察に垂れ込んでみたということで、まあ、他の NPC 同士とかが喧嘩しているときに、警察が近くに来ると、
まあ、意外とねどっちか殴りかけてる方殴り出してる方とかは結構ね警察がね、退治してくれたりするんですけど、じゃあ実際この路上売人どうなのってことで、なんとこの売人パトカーのね前でバチバチに決めちゃうっていう、スパーシパーって。では別視点からもどうぞ。すんごい吸い込んでるこの顔。ということでこの無敵の売人警察にスルーされます。まあ通報してもねやっぱ退治はしてくれないということで、まあ退治し続けたいと思います。お世話にはなるんですけれども、こういった感じで退治していきます。まあねいたずらしてもね全然ねダメージね全然へっちゃらみたいなんでね、そこで、どんなことができるのか、多分ねコメント欄とかでもね僕はこんなことやりましたよ、私はこんなことやりましたよとかねあると思うんですけども、まあ、とにかく家庭と何にもね動かないんですよねこれ本当に。まあ、重機バンとかもそうなんですけど、新しいねロスサントス市民が増えるとねやっぱねなんか嬉しくなりますよね。なんか隠れ家って言ってなんかちょっとバーみたいな感じのおしゃれな音楽で始めてみたんですけども、まあ、全然そんなね、もうおしゃれな感じじゃなく汚ねえね隠れ家なんですが、ここの隠れ家まあコメントでも今でもねメモが見つかりませんとか金庫がね開けませんってあるんですよね。なのでもう改めてね紹介するんですけど、なるべくね爆発物とかね、あんま使わない方がいいかなと。どこにね何があるか分かんなくなっちゃったりとか、物がね結構吹っ飛んだりとかするんで、こういった黄色いね付箋メモですね、これがまあテーブルの上だったり壁に貼ってあったりそこら辺でぶん流ってたりとかしますので、この黄色い紙3つの数字が書かれてるのを見つけてください。とにかく荒らさなければどっかに丁寧に置いてあるはずです。荒らしてしまうと中はねバカバカーってね爆破いっぱいしちゃうとね、やっぱどこに行っちゃったか分かんないとかね、オブジェクトに隠れちゃうなんてことがありますので、まあ、ちょっとね綺麗にスマートにね片付けてみてください。で、それ以外もねジェロの隠しアイテム、これもね、白いマップの超端っこギリギリに出るなんてこともあってすげー分かりづらいんですけれども、コントローラーを振動オンにしとけば分かりやすいです。また重機版もね日によってはこんなね、地下1階みたいなこのなんか駐車場、立体駐車場の中にあるっていうすごく分かりづらいっていうね、まあ、地下じゃないですねこれ、立体駐車場のところにあるっていう感じでしたね。まあこのねおっさんもハゲ散らかってますけれどもね、相変わらず元気そうで何よりです。ということで、こういった感じの、イベントまた、フリーセッション、要は、自分の招待限定セッションとかフリーの状態ですねに、まあ、いろんなイベントがね、発生するようになってます。で今週は路上売人というのが始まりましたけれども、まあ、これを機にいろんなねイベントに遭遇できるんで、ぜひ時間がある方はロスサントスを探検してみてください。または、なかなかねここ出現しないなっていうところはその場所で放置したりすると意外と出ちゃったりっていうのもありますので、まあ、他にもねカヨペリコの人が寝てるとか、またはね、まだ解除していないアイテムがあれば、そういったイベントもどんどん発生しますので、基本的には招待限定セッションでセッションに到着してから20分ぐらいとかすると大体いろんなものが出てきますので、ぜひねこれを機会にチャレンジよろしくお願いします。というわけで最後までご視聴どうもありがとうございます。